事業承継。中小企業経営者を悩ますその問題は2017年が大きな節目と言われている。将来への継続を考えた時、本当に必要な対策とは何なのか。そんな経営者たちに一筋の光を照らし、共に困難を乗り越え前進する、そんな男たちがここにいる。ヘンデル税理士法人代表社員下日越和隆、企業経営支援部部長大川隆、税務部部長豊島淳二。税務、コンサル、社労士、異業経営支援、各分野に精通したエキスパートが連携し、お客様にとって最も適した方向性を示し出すヘンデル税理士法人では、その経営方針に掲げたお客様にとっての信頼と満足、そして付加価値の追求、さらに客観的な視点に成り立つバランス重視を軸に、一人でも多くの幸せをサポートし続けている。今回は下日越和隆、大川隆、豊島淳二をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。どのようなきっかけで開業されたんですか？平成4年1992年ですね。やっぱり引き金はバブルの崩壊です。私も住宅ローンを抱えて、株式の損失も発生しましてですね、稼がなければいけないという状況になったわけですけれども、前のボスに確認しましたら、まあ自分に対する評価が低かったんですね。そうなるともう自分で稼がなければいけない、それが一つと、もう一つはそのバブルに踊った経営者をいさめることができなかったんですね。会計士が何を言うかみたいな感じで聞いてもらえなかった。それなら自分が経営者になって対等に経営者と対応しよう、その2つがきっかけです。開業された当時のご苦労っていうのを今思い出してお話しいただくと、どんなことありましたか？監査法人にも一時勤めてまして、その時に培った人脈を生かしてですね、自分で開拓したお客様が何件かありました。そこの部分は非常に恵まれていたというふうに思います。それに対応すべく人も増やしてという形で進んでいったんですけれども、目をかけて育てた若い税理士がですね、途中で辞めてしまったんですね。次にベテランの、今度は資格のない人を入れたんですけれども、その人がちょっと悪いことしてしまいまして、そういうことで人には苦労をしたというのが、一番の苦労話になりますかね。ヘンデル税理士事務所さんはどういうサービスを行ってらっしゃるんですか？ヘンデルではですね、今大きく分けて4つの部門でサービスを行っておりまして、1つ目が税理士事務所ですので税務部門、あとコンサルティング部門、あと異業部門、異業経営支援部門と、あと社労士事務所という4つの部門で行っております。で、私が管轄しているのが税務部門なんですけれども、税務部門では会社の事業、あと個人の事業、あと相続税の申告ですとか、そういった一般的な税の申告も行っているんですけれども、申告だけではなくて未来会計という形で、やはりその会社様が将来どうやっていけばうまくいくのかですとか、そういうことを一緒に考えながら進めていくというようなことで、そうですね、施設も、またコンサルティング部門の方は、この会社様の今度経営の立て直しですとか、経営改善の支援ですとか、あと逆に業務の改善、ちょっとこう会社の中で詰まった業務があったら、そこにこう手を入れて、うまく流れるようにしたり、あと公開支援ということで上場のお手伝いなんかもさせていただいておりますので、本当に税務部門、コンサルティング部門、お客様と一緒にこう歩んでいこうというような気持ちでやらせていただいております。異業経営支援部門と社労士部門は、大川さんから教えていただけますか？はい、異業経営支援部門は名前の通り、異業ということで、お医者様、のですね、独立開業のお手伝いであったりだとか、こう順調に経営がいたときに、医療法人の設立のお手伝い等をしたりだとか、あと税理士事務所ですので、その先生方の会計や、税務処理ですね。で、先ほど豊島も言ったように、やはりその実績を踏まえて今後どうしていけばいいのかっていうのを、一緒にお客様と考えていくと
という考え方で一緒にお仕事してます。社労士部門に関してはこの6月1日で、法人化しまして社会保険労務士法人というふうになったんですけれども、業務としては社会保険労務士としていろいろなそのお客様のですね、人の出入りで社会保険の手続きであったりだとか、行っているんですけども、最近は特にこういうご時世でいろんな助成金だとか補助金のニーズが非常にお客様から増えておりまして、そのような申請のお手伝いをしておりますけども、組織は別ですけども同じフロアの中でやってますので、先ほど出た税務部門、コンサル部門、医療会社部と、連携しながら、お客様のフォローを一緒にしているといった部門です。このように幅広く業務を行っているというのと、社労士部門も含めてワンストップでお客様のニーズに対応できる、これがペンデルの強みというふうに我々は思っております。そうでしょうね。代表の下肥さんは会計事務所のネットワーク作りにもご尽力されているそうですね。はい、2008年に3つの会計事務所が合同してある会社を作りました。JP コンサルタンツグループという会社なんですけれども、相続税や譲渡とかですね、それは資産税というふうに我々呼んでるんですが、そこの分野が強い会計事務所と、今ペンデルでも異業経営やってますけれども、異業経営の支援が非常に強い会計事務所、そしてコンサルティングに特色を持っているペンデル、この3つが強みを持ち寄ってシナジーを発揮しようという、そういう目的でこの会社を作ったんですね。狙いがですね、見事に当たりまして、最初資産税の仕事はほとんどなかったんですけれども、今3人専門スタッフを税務部門に置くようになりましたし、異業経営支援部はその当時2人しかいなかったんですが、今7人に増えている。10年近くの間に体制ができて、それに沿った売り上げも、その分野の売り上げも増えていると。お客様のニーズっていうのは多様化してますので、それに対応していくためには一つの事務所だけでは聞きれないっていうことですね。でそのようなことでですね、それが今は3つの会計事務所で始まったんですが、20の会計事務所の集合体に今はなってます。緩い連携も入れると100の会計事務所が今ネットワークされているっていう、そういう状況になってますね。メガバンクから依頼が来るような非常に高度な税務をこなせる会計事務所や、国際税務が得意な会計事務所、それから M&A を専門にする会計事務所、そういったようなですね、多種多彩のメンバーが揃っておりますので、それが広域的な連携になってますので、大手の事業会社とも組めるようになるんですね。一部上場の大会社と提携しながら仕事を取っていくといったようなことも構想に入れて動いております。この動きを加速させるためにですね、来年1月にはこれらをボランタリーチェーンとしてまとめ上げようというふうに考えておりまして、そのための会社もできていくということになる。やっぱり下肥さん、スタッフの育成、人材の育成っていうのがやはり大事ですか。はい、ちょうど5年前に20周年を迎えた時に、20年の振り返りとこれからの20年を考えるビジョン会議っていうのを開催したんですね。その時にバランススコアカードという手法を導入しました。会社の目標と個人の目標がバランスするように、長期の目標と短期の目標がバランスするように、会社をどのようにこれから20年成長させていくのか、そのために部門はどういう役割を果たしていくのか、そして各個人は、それにどうコミットして何をやっていくのか、それは売上を上げるだけではなくて、売上を上げるためにお客様は何を求めているか、それについていけなければ、スタッフがついていけなければ仕組みが回らない、自分たちもその仕組みに合わせて成長しなきゃいけない、それを長期的に短期的にうまく組み立てていくっていうのがバランススコアカードなんですが、最近 AI の台頭ってすごく話題になってるじゃないですか。はいはい、オックスフォード大学のオズボンさんが20年の間に会計事務所や弁護士事務所の仕事の90何%が
AI にとって変わられるっていう論文を出されて、ただ10年か20年時間があります。そのことをしっかりと読み切って今から人材を育てていく、そういうふうに AI 革命に対応できる仕事を今から準備していく、そうやって人を変えていこう、人を進化させていこうというふうに考えています。いつの時代であっても求められ、将来を見据えた事業を形にする下日越和孝。そんな男が見据える今後の展望とは。まあ、25年一区切り、はい、私は今年で62歳になるんですが、25周年を機に代表を降りようと思ってます、はい、そうですか。そして次の世代に引き継いでいく、ただいきなり代表になってもですね、まだいろんなまだ修行を積まなければいけないので、まあいわば私が会長みたいな存在で組織運営を外からバックアップしていく、まあ5年ぐらいこれもかければなんとかなるだろうなというふうに、考えて早めのバトンタッチをしていくというふうに考えています。なかなか言えることじゃないぞこれは。では最後のご質問になります。ペンデル税理士法人を代表しまして、下日越さんから格言を教えていただけますか。そったく同時、そったく同時という言葉があります。そったく同時、はい、禅の世界の言葉だそうですけれども、これは職場は、人を育てるインキュベーターというふうに私は考えます。一生懸命成長したいという部下たちを愛情を持って上司が鍛える、そういう環境を、ペンドルとしてずっとこう作っていきたい、というふうに考えておりまして、この言葉が、好きな言葉ということです。いやー拍手を送りたいぐらいのね、あれですよ、勉強になりました本当、ますますのペンドルさんの発展を記念しております。ありがとうございました。ありがとうございました。